オリオールズ時代、ジェフリー・フィリップ・フィオレンティーノは、アメリカ合衆国フロリダ州、ペンブローク・パインズ出身の元プロ野球選手。2004年に、ドラフト3巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名を受け、プロ入り。2005年5月12日に、シカゴ・ホワイトソックス戦で2打数2安打という、花々しいデビューを果たした。さらに2日後のホワイトソックス戦でも5打数3。 アンダという見事な数字を残し、5月20日のフィラデルフィアフィリーズ戦では、ランディウルフから初本塁打を放った。だが、5月に13試合に出ただけで、その後は試合に出ることはなかった。2006年も出場機会はなかなか与えられず、チームが優勝争いから脱落した9月に初出場した。最終的には打率。 256という平凡な数字で終わってしまったが、得点圏打率は333と高く、また、出塁率は375だった。2008年1月にオリオールズのロースターから外され、その後オークランドアスレチックスへ移籍。だが日本でのボストンレッドソックスとの開幕戦2試合に出場したのみで直後にマイナーへ降格。その後五月十九日に、 戦力外となった。2009年は、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶ。参加のトリプル A 級ノーフォークで102試合に出場し、打率、312、12本塁打、67打点、オプス、896、13投塁。9月には、メジャー昇格し、24試合の出場で打率、281、8打点、オプス、648だった。 12月8日には、広島東洋カープと契約期に1000万円、年俸4000万円プラス出来高払いで1年契約を結んだ。当初、登録名はフィオレンティーノの予定だったが、9文字と長く、球場のスコアボード表記に表示できなかったことから、登録名は、フィオとなった。2010年は選球眼の良さは発揮したものの結果は、結びつくことができず、 外野の層が厚く右の代打が求められていたことから、6月14日に一軍登録を抹消され、再び昇格することなく、解雇となった。ファームでは53試合の出場で打率28、282、4本塁打、16打点、オプス、796を残した。2011年は1月31日に、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだが、5月4日に、 金銭トレードでアトランタブレーブスに移籍。11月19日にはオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2013年6月17日に引退をした。ありがとうございます。